ナンバーアンダーラインアイ、ベニュー101、性パフォーマンスが神レベルでやばすぎた。圧巻のダンススキル演出の裏側に迫る。平野翔の表現力がえぐい。ナンバーアンダーラインアイ、ベニュー101、性パフォーマンスで見せたプロ意識に感動。ナンバーアンダーラインアイというユニットの存在は、特に最近、ますます注目を集めています。その中心には、平野翔、ガンユータ、 神宮寺勇太という3人の才能をあふれるメンバーがいます。彼らはそれぞれが個性的でありながら、同時に一つの強力なユニットとして調和を見せ、観客を魅了し続けています。このパフォーマンスグループは、ダンス、歌、そして演技において、まさに完璧と言えるようなバランスを保っており、彼らのパフォーマンスは、視覚的にも音楽的にも強いインパクトを残します。しかし、 その成功の裏にはどのような要素があり、何が彼らを特別な存在にしているのでしょうか。まず、ベニュー百1 0 1という番組で披露された彼らのパフォーマンスは、視聴者の期待をはるかに超えるものでした。リアルタイムの生放送というプレッシャーの中で、彼らは圧倒的な自信とプロフェッショナリズムを示しました。特に、照明とカメラワークの連携が話題となり、 ままるるで舞台上に稲妻が走るようななダイナミックな効果を生み出しました。このようなビジュアルの力は単に舞台の上で歌い踊るだけでなく観客に深い感動を与えるための重要な要素であり彼らのパフォーマンスをより一層引き立たせるものでしたこの点についてファンの間ではナンバーアンダーライン愛の動きに完全に合わせたカメラワークが素晴らしかったと絶賛の声が広がり彼らのダンスの細部までが見事に捉えられていました しかし、この成功の裏には、さらに深い話があります。彼らは単に技術的な面で優れているだけでなく、感情を込めたパフォーマンスによって観客とのつながりを生み出しています。特に平野紫の感情表現は、彼の動きや表情の一つ一つに深い感情が込められており、見るものを彼の世界に引き込みます。岸優太のリーダーシップと神宮寺優太の独自のスタイルも、グループの調和を保つための鍵となっています。 彼らのパフォーマンスは、個々のメンバーがそれぞれの特徴を活かしながら、一つの統一感を持って展開されるため、常に新しい発見があります。一方で、ナンバーアンダーラインアイの成功には、外部からのサポートも欠かせません。NHK のベニュー1 0 1でのパフォーマンスは、照明やセットのデザイン、カメラワークといった技術的な側面によって一層強化されました。観客の声には、 まるで映画のようなライティングだったといった感想も多く見られました。これは単なるエンターテインメントの枠を超えた芸術的な表現を目指している彼らのパフォーマンスの一部であり、見るものに強いインパクトを残すために計算された演出の成果といえるでしょう。また、視聴者は単にパフォーマンスを見るだけでなく、その背後にある努力や準備の過程も感じ取っています。生放送後に公開されたオフショットや写真も、 ファンにとっては貴重な瞬間を共有する機会となり、彼らの舞台裏での姿勢やプロフェッショナルな態度がさらに高く評価される理由の一つです。しかし、彼らのパフォーマンスの素晴らしさを強調する一方で、今後の課題も考えるべきでしょう。現在のナンバーアンダーライン愛は、非常に高いレベルでのパフォーマンスを維持しているものの、これからもその成長を止めることなく進化し続ける必要があります。ファンは、 次回のパフォーマンスがさらに進化することを楽しみにしていますと期待を寄せており、その期待に応えるためには、新しい挑戦を受け入れる覚悟が求められます。例えば、より複雑な舞台演出や新しいジャンルへの挑戦など、今後の活動にはさらに多様な側面が加わることが考えられます。ナンバーアンダーラインアイが今後どのように進化し、さらなる高みを目指すのか、その成長を見守ることが、 ファンにととっても楽ししみの一つとなるでしょうまた、最近のエンターテインメント業界全体における技術の進歩も、彼らの今後の展望に大きな影響を与えるでしょう。特に、AR 拡張現実や VR 仮想現実などの新しい技術が、舞台パフォーマンスに導入され始めている中で、ナンバーアンダーラインアイがこれらの技術をどのように活用するかが注目されています。彼らのダンスや音楽が、 デジタル技術とどのように融合し、観客に新しい体験を提供するのか。これまでのライブパフォーマンスだけでなく、バーチャル空間でのライブストリーミングやインタラクティブなコンテンツの提供など、未来のエンターテインメントの形をどう切り開いていくのかが、非常に興味深いポイントです。さらに、個々のメンバーがそれぞれの才能をさらに広げることで、グループ全体に新しい風をもたらす可能性もあります。 平野章は俳優としても多くの作品に出演しており、その演技力は舞台上での表現にも大きく影響しています。ガン・ユータは、バラエティー番組や音楽活動を通じて、より多くの層のファンに愛される存在となっています。そして神宮寺ユータは、その独自のスタイルを生かし、音楽だけでなくファッションやアートの分野でも注目を集めています。これらの活動は、ナンバー・アンダーライン愛としての活動に還元され、 さらに多面的な魅力を持ったグループとしての成長を促進するでしょう。これからのナンバーアンダーライン愛に期待されるのは、単なるパフォーマンスの進化だけではありません。彼らがどのようにしてファンとの関係を深め、さらに大きな舞台へとステップアップしていくかも大きな関心事となります。特に、SNS やインターネットを介したファンとのインタラクションが今後さらに重要になってくるでしょう。現在のファンベースは、 日本国内だけでなく、海外にも広がりつつあります。そのため、国境を越えたグローバルなファンとのコミュニケーションをどう築いていくかが、次なるステップの鍵となるでしょう。その一環として、ライブストリーミングやオンラインイベントなど、デジタル技術を駆使したファンとの交流の場が増える可能性があります。コンサートやイベントがリアルな場所で開催されるのはもちろん重要ですが、地理的な制約を超えて、 どこからでも参加できるオンラインイベントは、より多くのファンにアプローチする手段として有効です。実際に、近年では多くのアーティストがバーチャルライブを開催し、ファンとの距離を縮めています。ナンバーアンダーライン愛もその流れに乗ることで、国内外のファン層をさらに広げることが期待されます。また、個々のメンバーがそれぞれのフィールドで活躍する中で、グループとしての結束をどのように維持していくかも、 今後の大きな課題となるでしょう。平野翔岩優太、神宮寺優太がそれぞれソロでの活動を進めることで得られる経験やスキルは、最終的にグループ全体の力となる一方で、ソロ活動とグループ活動のバランスをどう取るかは常に繊細な問題です。ファンにとっては、個々の成長ももちろん楽しみですが、ナンバーア,ンダーライ,ンアイというグループとしての彼らの姿を見続けたいという強い願いもあります。そのため、 彼らがどのようにしてグループ活動を維持し、さらに成長させていくかは、ファンにとって非常に注目されるポイントです。さらに、彼らの音楽性やパフォーマンスに関しても、今後の展望は広がっています。これまでの楽曲やパフォーマンススタイルは、ポップスやダンスミュージックをベースにしつつも、より多様な音楽ジャンルやパフォーマンスアートの要素を取り入れることで、新しい方向性を模索することが考えられます。特に 海外のアーティストとのコラボレーションや、異文化を取り入れたステージ演出など、彼らがグローバルに活動するための新しい試みが期待されるでしょう。これにより、ファンに対して常に新鮮な驚きと興奮を提供し続けることができるでしょう。最終的に、ナンバーアンダーライン愛の未来は、彼らがどのようにして自分たちのアートを進化させ、そしてファンとのつながりをさらに深めていくかにかかっています。平野優太。 神宮寺勇太という3人の才能が一つのユニットとして結束し、その力を最大限に発揮することができれば、彼らの成功は今後も続いていくでしょう。そして、彼らが作り出す次なるステージが、どのような形でファンの前に現れるのか、その瞬間を楽しみに待つファンの期待はますます高まっています。彼らのこれからの挑戦と進化を見守りながら、私たちは彼らが提供する感動の瞬間を共有し続けることでしょう。 最後に、ファンとのつながりについても触れておくべきです。彼らの人気の一因は、何よりもファンとの絆にあります。生放送中に見せた緊張感や興奮、そしてパフォーマンス後の息切れまでもが、ファンとの共有体験として受け取られていることは非常に重要です。ファンからの一緒にドキドキを体験しているみたいでうれしかったとの声は、まさに彼らの魅力の一端を示しており、 彼らが舞台上で見せるプロフェッショナルな一面と同時に、人間らしさや親近感を感じさせる部分がファンの心を掴んで離さない要素となっています。ファンとのこのような密接なつながりは、エンターテイナーとしての彼らの大きな強みであり、これからも続いていくことでしょう。総じて、ナンバーアンダーライン愛はその卓越したパフォーマンスだけでなく、技術的な演出やファンとの絆を通じて、 今後もエンターテインメントの世界で重要な役割を果たしていくでしょう。そして彼らの進化と挑戦を見守りながらファンは常に新しい驚きと感動を期待しています。